はい、こんばんは。はい、これ翔平さん2種類あるんですけど、こっちは GS のロゴで、はい、こっち側がバナナとゴリラのウェブなんですよね。はい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 、形は一緒なんですけど、はい、どっちが翔平さん的にかっこいいですか？やっぱ GS かな俺は。こっちですか？うん、まあ、こっちの方が GS って分かりやすいですもんね。そうだね。でもこっち2個あるんですよ。おうおう、3個、こっちは1個しかないですよ。マジで、はい、どうしたのこれ。やっぱレアなんですか。こっちはちょっと一回作ってみようかなみたいな。あー、お試しで。お試しで視聴者の方が書いてくれたんですよね、これ。マジで。それをデザイン化したっていう。すごっ、はい、こっちはまあ普通に作ってもらったんですけど、うん、GS っぽく、はい、うん、やっぱ GS グローブなんで GS がこう入ってるやつの方がもういいかな、うん、なるほどなるほど、っていう選び方ですね。あ、選び方ね。あー、はめますか。え、はめますか。あ、はめていいですか。じゃあはめます、ちょっと。ギャップがめっちゃ光ってますね、はい、これいいっしょ。反射します、はい、いいっしょ。あ、これいいな。いいっすか。ちょっとちっちゃめなんですけど、実はそうだ、俺の Z よりちょっとでもちっちゃいかな。でもちっちゃすぎず、まあ、普通ぐらいか。平均よりちょいちっちゃめの横型縦同時です。力が入りやすいように。確かに。あと柔らかくなりすぎないっていう。確かにピッチャー用はね、硬いぐらいがちょうどいいんだよね。ああ、こうやるときに力が。そうっすよね。そうそうそう、握るんで。しかも公式用書。公式ですね。冬のボーナス入ったってことで。怖っ。はい、今日は良平さんにも飯をおごり、はい、飯をおごったっていうか、まあ、まあ遊んでこいよって言って。遊んでこいはやばいっすね。ゆっくりしてこいよってことで社員のペイペイでね、ペイペイで送っただけです。いくらですか。樋口一葉っすね。おお、すごい。え、でも樋口一葉の子孫なんで良平は。そうなんですか。焼肉。そうっす。焼肉行ってました。海鮮っす。海鮮か。海鮮行ってました。リアル良平、実は樋口一葉の子孫なんですよ。そうなんですか。そうそう、ガツガツ。すごい。楽しんだんじゃないですか。インスタ上がってましたね。上がってました。で、なんすかこれ。いや、投資ですよって話です。これいいね、これと。いいっすか。縦投資って俺使ったことないよ、今まで人生。ああ、毎回こう横系のはいはいはいやつで。まあでも横型だけどね。そうなんですよ、うん、だから多分硬さが残ると思います。球数投げてというか、使っていった時に。なるほど、はい、最近やっぱいいプロでさ、いいピッチャーたちってやっぱ縦多くないですか。あ、使う人はいはいはい、多くないですか。ちょっとそれちょっとやってみたいなって。なるほど、縦でやってみたいなと思うんですけど。何せね、肩がね。あ、肩ね、はいはい、調子悪いんで。まあまた2月ぐらいに投げれるように。そうだね、ちょっと治療期間を。はい、ちょっともう投げちゃうから痛くなるんで。そうでもさ、野球 YouTuberオフないじゃん。まあそうっすね。まあでもバッターならいいんすよ。まあ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 、まあ、バッターあるけどよ、はい、バッターってやっぱね、守備もあるからさ、はいはい、投げるじゃないですか。まあそうっすね、確かに。でも去年に比べたらほぼほとんど投げてないですよ。あ、確かにそうっすね。投げる頻度は減ってます、マジで。はいはいはい。だましだましってのもないし、本当に野手ばっかやってるんで。うん、多分過去一野手で出た1年しかも1年かもしれない。あ、2021年。そうっすね、はい、突っ走ってきたんで、はい、いや投手で。確かに。しかしそれ肩壊したからってね、投手やめるわけにいかないですよ。プライドがあるんですか。プライドやっぱありますよ。やっぱり内野手は守ってて、投げてる子たちを見ていいなってね、羨むこともありますし、はいはいはい、結局はなんかもう最終的にはマウンド戻りたいなって。あ、まあ、まず1イニングでも、まずはそう、マウンド戻ってようやくなんか翔平 TV みたいなところもやっぱあるんで、みんながそれに注目してくれるんで、来年かちょっと治療がっつりやっていきたいと思うんですけど、はい、ってことはやっぱ覚悟を決めなきゃいけないですよ。覚悟。確かに。まあそうですね、覚悟決めたい。なあなあじゃあきついっすよね。そう、覚悟を決めたいんですよ。はい、なんで、これ買います。ありがとうございます。冬のボーナスで買います。ありがとうございます。これ買ってもう逃げれなくなると。そう、これ買ってもう逃げれなくなるんで、はい、もうこれであとは肩直してこれ使って投げれる時までちょっと。なるほど。はい、肩をつけてしっかり、はい、準備して、来年これ使って登板できるように。なるほど。目標としてね。はい、もう1万人もいたし。あ、確かに確かに。なんかね、まあ、1万人決めたのは自分のおかげですからね、最後。まあまあまあ、そうですね、はい、最終的にはね。はい、うん、で今も動画がすぐこうバズってる動画があって、はい、登録者が伸びてるんですけど、はい、ちょっとまだなんか目標か、数字的な目標が今のところちょっとないんで、うん、1万人っていうのがもう達成しちゃったから。なんで次は目標は肩直して、これでちゃんとしたしっかり万全で投げれるようになるっていう目標を来年は。わかりました。これを使って。じゃあご購入ですか。お願いします。わかりました。ではちょっと翔平さんお世話になってるってことなんで、はい、一つプレゼントを。なんすかなんすか。あげます。なんすかなんすか。はい、ちょっと横田さんお願いします。何や、おお、何これ何これ。え、青ということで。はい、何これ何これ。え、あれじゃな、鍋つかみ。鍋つかみっす。どうしたのこれ。これはムートンなんですけど、うん、まあ艶出しとか
これ、それで、はい、そうです、そうです。これ鍋つかみじゃないんだ。鍋つかみムードの名前はそうっす。鍋つかみだけど、こうやってやるやつ。そうそうそう、マジで。はい、で青なんで。確かにね、青、青めっちゃ貴重です。そんな数ないんですよ、マジで。ちょっとサイン書いてもらっていいですか、おじさんの。いらないっす。いや、いいっすか、書いた方がいいっすか。お願いします、はい、お願いします。ちょっと翔平くんねって書いてくるね。わかりました、 OK です。ちょっと青だと見づらいっすか。いや大丈夫そうです、全然見やす。完璧っすね。残りますね。綺麗ですね。あらす。やば。マジじゃん。マジやこんな。完璧っすよ。完璧っす。翔平くんやって。子供みたい。いや子供やから俺。マジか。こんな。まあ、これで磨いてもらえれば。うん。艶が出ますので。マジか。はい。ピッチャーってあんま飛び込まないじゃないですか。はい、はい。背面とかは、うん、これだけで。いけんだ。いけると思います。まあ、落ちてきたら、ちょっとオイルを、色を出るやつを両膝に聞いてください。わかりました。はい、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにします。ちょっとこれで、ちょっと、万全で投げれる時を、はい。ちょっと願って、ちょっと頑張りますんで。ありがとうございます。あ、で、ちなみに。ちなみになんかありますか？これ、両膝に、黙っとくんで。あ、わかりました。で、この赤がもう次入ってこないっていうか、次のカラーが、まあ、多分キャラメルなんですよ。ピッチャーは。内野手はオレンジなんですけど。はい、はい。なので、まあ、それが3月とかになっちゃうんで。なるほど。じゃあもう、しばらく。これが売れちゃったらもうしばらくない。そうそうそう、ピッチャーは。はい。っていう感じです。わかりました。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張りますんで。はい、お願いします。期待します。はい、ありがとうございました。硬いですか？硬いですね。でもまあ、これは、馴染みもないんで、スチームとかの。へぇー。これ、良平になんて言うかな。なんて言いますか。聞いてない、聞いてないって言いそう。お互い様じゃないですか。まあ。まあ、俺は、あんまグローブ、わかんねえからさ。両平さんが見てたときどうぞ。めっちゃ掴むんですよ、近くのキャッチボールで、うん。ローリングスのあれやってたんやか。ああ、あれどうでした？あれいい、あれいい、あれみたいなのがいいね。え、マジか、だいぶマジっすか。この時間行かれた、俺ら行ったからだ。え、行きました、キラトに言っといた、ライブって。マジか、いいコンビ。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではアレスト翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。